皆さん瞑想ってやったことあります？何瞑想？大体この1日5分の瞑想を続けて合計の時間が3時間になると2つのものが上がるんですね。集中力とあとは注意力ですね。テストの前とか何か物事を記憶する前に瞑想を短い時間やると記憶力が上がったりスコアが良くなるってことが分かってます、例えばさらにこれを続けていくと物理的な変化が出るんですよね。脳の容量が変わってくるんですよ。開発室って言うんですけど、あんまり人の話を聞かないとか、こう椅子に座ってられないってないとかよく出ますけど、そういうのがをコントロールしている部分が実は子ども、全員そうですけど人類の脳にあって、その部分が大きくなっていくというのが分かっています。この本は主にお母さんのために作られた本だと思っていただいていいと思います。やっぱり例えば子育てで悩んだりとかイライラしたりとかする、そういったものをうまく解決する方法、自己コントロールの方法ですね。それプラスどうすれば子どもの心が動くのか、メンタリストはサジェスチョンと呼ぶテクニックなんですけど、この2つをご紹介して、自分の心を上手にコントロールして、怒ったりとかねしなくなって、ストレスもなくなって、さらに子どもは上手に動くようになるというこの2つの方法をメインにご紹介する本なので、一読してもらえればなというふうに思います。